NWA 世界ヘビー級タイトルマッチの宣言書が今読み上げられました。どっしりといかにも重そうな黄金のチャンピオンベルト、一時本部席の方に預けられます。果たして三度世界のジャイアント馬場が勝ち取ることができるか、それともハリーレース防衛してアメリカに持ち帰ることができるか、世界中のレスラーが注目する日本のリング上であります NWA 世界ヘビー級のタイトルマッチ、これより両選手の紹介。約1年ぶりの挑戦です。三度王座復帰なるかどうか、世界のジャイアント馬場。全米の防衛戦から強行スケジュールの日本のリング上へ、世界で一番強い男です、ハリー・レイス。さあ山田さん、いよいよ NWA 世界ヘビー級のタイトルマッチが始まります。55年秋の NWA 世界ヘビー級の選手権第2弾として行われるんですが、まず第1弾、鹿児島県の鹿屋大会のジャンボ鶴田戦、簡単ですけどちょっと振り返ってみたいと思いますが、この試合も勝負は60分の一本勝負で行われました。結果は15分35秒両者リングアウトの引き分けに終わりましたけれども、世界チャンピオンのハリーレースは鶴田に終始押しまくられまして、流血しながら必死でリングアウトを狙うという、王者のプライドをかなぐりしてての防衛戦でした。そういうような戦いきさつがあります。結局、ジャンボ鶴田は、6回目の挑戦だったわけですけれども、ハリーレースを破ることができませんでした。従いましてタイトルマッチ委員会の指名通りジャイアント馬場が指名されたわけです。さあまずこの試合の見どころですけれども、おっとそのままフライング、おっと今体にかかりましたね、足がかかりましたね、はい、フライングボディープレスボディシザースロープですね、そうですね、おっと素早い動きです。ちょっと話はあれしますけれども、ジャイアント馬場選手の動きが非常に速いですね、非常にスピーディーです。早くも16問を出しました。さあ歴史に残るような大勝負がこれから行われようとしておりますけれども、ジャイアント馬場の立ち上がりどうですか。非常にね、奇襲を狙ってる感じがしますがね、やはりね、相手がレースだけにね、必ずしもそういうね、策を弄してるわけじゃないと思いますよ。ただね、非常に動きのいいのを見ますとね、今日はやる気満々、はい、まさにね、それと思うと、もう一つ私が強調したいのはね、はい、今日の試合のルールが60分の一本勝負、はい、これはやはりね、なんといってもチャレンジャーにとって大変に有利、はい、むしろチャンピオンにとって不利という言い方の方が当たってるかもしれませんね。なるほど。ですからその辺を馬場選手は十二分に意識して、はい、攻めまくろうという作戦かもしれません、はい、ただね、この試合の一つの大きな見どころになると思うんですが、レイスという人はですね、ガンガン攻めまくってくるタイプの選手にはめっぽう強いんですね、うん、ですから馬場選手があまり調子づいて攻め込んじゃうと罠にはまってしまうという恐れがあります。そうですね、ですから馬場選手がどういう技で攻めていくか、それも一つの大きな見どころですね、はい、しかし試合の流れ、展開を読むという点では世界のジャイアント馬場もうこれはもうズバ抜けた才能を持ってますからね、はい、その点ではむしろね、じっくり観察してると思いますね、はい、チャンピオンのレース以上でしょうね。そうでしょうね、はい、山田さんの先ほどのご指摘じゃないんですけれども、第一戦鹿屋大会のジャンボ鶴田戦も、15分過ぎまでもう一方的にジャンボ鶴田が押しまくってたそうですね、ですからね、どんなに技を出していっても、はい、結果的に無駄であれば何もならない。ブレンバスター、ジャイアント馬場がブレンバスター返しを見せました、いいですね。仕掛けましたのはハリーレースなんですけれども、ブレンバスター返しを見せました。すごい力強いですね、今の。そうですね、歯を食いしばってのブレンバスター返しです。さあ世界のジャイアント馬場、三度王座復帰なるかどうか。一つ一つの技がね、実に力強いですね。そうですね、ジャイアント馬場選手は49年の12月の2日鹿児島でジャック・ブリスコを破りまして、第49代 NWA の世界ヘビー級のチャンピオンに、そして54年の10月の31日名古屋でこのハリーレースを破りまして、第55代の NWA 世界ヘビー級のチャンピオンに君臨しましたが、いずれも短期王座でした。しかし今回は試合の前にも熱っぽく記者団に取り囲まれながら、語っておりましたけれども、世界チャンピオンのベルトを取ったらアメリカに行くと言ってますね。やっぱりね、NWA の世界ヘビー級チャンピオンになって、はい、ベルトを腰に巻いてアメリカのマットに上がると、はい、いうのがね、これはやはり今のね、ジャイアント馬場にとってはね、最大の望みでしょうね。そうですね、デビュー以来連続3000試合出場
も突破いたしました。三度世界最強の座を狙っております。この世界のジャイアント馬場、今日は連続試合出場、3000トンで54試合目です。大金字塔を本当に打ち立ててもらいたいというようなファンの願いであります。まあね、先ほども言いましたけれども、はい、一本勝負というルール、これがね、非常にあのチャレンジャーにとって有利であるということと同時にですね、まかり間違えば一本取られてしまえばチャンスはついえ去ると、そのことも十二分に肝に銘じてジャイアント馬場は戦ってると思いますよ。なるほど、そうでしょうね。しかもハリーレースに対しては、おっとサイドスープレックス、世界チャンピオンが見せました。サイドスープレックスです。力技を見せました。209センチ145キロを投げましたが、さあハリーレースがゆっくりと呼吸を整えてセカンドロープからトップロープに上がりました。さあこれはジャイアント馬場が見抜いた。そのままデッドリードライブに持っていった。殺人で強烈に効きました。落差がありますからものすごい効きようです。そのまま覆いかぶさりました。やる気満々のチャレンジャージャイアント馬場であります。ハリーレースに対しましてはもう自信満々、過去のデータが物語っています。過去ハリーレースとは14戦して8勝2敗4分けと圧倒的な勝率を誇りますジャイアント馬場であります。あの去年のですね、山田さん、馬場の2度目の防衛戦の11月7日尼崎大会もですね、馬場選手がトップロップ最上段からダイビングボディープレスを打ったんですけれども、これもまともに当たってたらハリーレースの存在はなかったわけですよね。そうなんですね、まあ本当に間一髪というか、はい、大変なね大技で失敗してしまったわけですが、ね、まあただ先ほどの話もあったように大変に自信を持っていることだけは間違いないですね。間違いないですね、はい、ですからね、そういうね精神的な優位さというものはね、試合のね勝敗の行方を大きく左右することがあるんですよ。そうですね。さあまだ勝負の方は序盤戦であります。ヘッドパット強気な技を出してまいりました。世界チャンピオンのハリーレースであります。世界で一番強い男、そして世界中のレスラーが誰でも狙っている権威のある価値ある世界チャンピオンベルト、これを持っております。世界最強の男、第56代 NWA 世界ヘビー級チャンピオンハリーレースです。春に来日してまた秋にも来日したこのハリーレースなんですけれども、ここ1年間のまあアメリカでのサーキットをちょっと紹介してまいりますと、まあ彼はカンサスが出身なんですが、カンサスはもとよりセントルイス、アトランタ、タンパ、マイアミ、グリンズボロ、ニューオールリンズ、ヒューストン、アマリロ、カンサスティ、テネシー、それからオレゴン、サンフランシスコ、ロサンゼルス、そして日本、まさに凄まじいばかりのテリトリーを回っております。当然ニューヨークにも行きますが、世界チャンピオンはいわゆるこのアメリカテリトリーの州のその地区のチャンピオンと試合をするというのは義務づけられているわけですね。ですからニューヨークに行けばニューヨークのチャンピオンと試合をするということになりますね。そうですね、まあ、世界のとにかく最高の座にいる男、はい、まあ、世界のレスラーの中で最も強い男、これは当然ね、どの地区へ行ってもその地区のチャンピオンに胸を貸してやるということはね、これは当然ですね。まさにその通りですね、はい、胸を貸すというような感じですね、はい、ニューヨークのマジソンスケアガーデン行けばですね、これは当然ボブ・バックランドに胸を貸してやると、はい、これはもう当然の話ですね。そうですね、あるいはやっぱりあのフロリダ行けばフロリダのナンバーワンであるダスティローですので、ね、はい、やはり胸を貸してやると、もうどこ行ってもその地区の最強の男と戦うと、これはもう NWA の世界ヘビー級チャンピオンである宿命ですね。そうですね。さあリング上です。ジャイアント馬場の攻撃、頭から赤い鉄柱へ突っ込んでしまいました。ハリーレースです。さあちょっと場外乱戦の様子を呈してまいりましたが、今ね深追いしません。ジャイアント馬場左の、ね、上がってこいとやる気満々であります。左の肩をぶつけてますね。ぶつけてますね、はい、ちょっと左のショルダーのあたりを抑え込んでおります。ハリーレースです。本当にこのジャイアント馬場には苦手意識を持っておりますこのハリーレース。さあしかしカウントをゆっくり聞きまして入ってまいりました。待ち受けておりましたのがチャレンジャー、おっと脳天体決まり、いい攻撃です。連発した、脳天からたけが出ました。世界のジャイアント馬場、三度返り咲きのピンフォールか、あっとカウント2まで惜しい、実に惜しい。しかし何かね、今日の馬場選手えらい気負い込んでますね、はい、そうですね、はい、またしても逆水平を打ちました。もう控え室にでももう非常にこの落ち着いた感じがありましたジャイアント馬場です。さあそのまま逆水平を見せました。目がもうキラ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 輝いています。チャレンジャーのジャイアント馬場、さあ三度返り咲きのチャンスがどうやら訪れました。世界チャンピオンを場外に送り出しましたジャイアント馬場であります。馬場さん、馬場選手が追いかけませんね。そうですね、はい、上がってこいという、上がってこいと四角いジャングルの中で勝負をしようというようなジェスチャーを見せました世界のジャイアント馬場です、ね、本当にやる気満々。
場外作戦で乱闘になると不利ですからね、はい、カウント7まで行きました。もうじっくりとカウントを聞いておりますが、おっとエプロンサイドから外からジャイアント馬場の左の足をすくいました。ハリーレースが左の足をすくいました。さあ場外乱戦の様子を呈してまいりました。 NWA 世界ヘビー級の選手権試合でありますが、さあ場外でブレンバスター、ブレンバスター、ブレンバスターに行きました。209センチ、145キロ、大きく持ち上げました。さあジャイアント馬場の表情をちょっと見てみましょう。あと額のあたりを左の手で抑え込んでおりますけれども、それほどのダメージはないと思っていいですか。どうした表情、ね、かなり体重があるからね、はい、相当ね、低い位置でね、はい、ブレンバスターいってね、何か最後の落ちる形をね、はい、一種のネックブリーカーか、パイルドライバーのような形だったんですね、はい、後頭部の部分が直にコンクリートに当たってしまいました。相当ダメージがあります。カウントをゆっくり聞いて中に入ろうとするチャレンジャーのジャイアント馬場。さあ世界チャンピオンのハリーレースがここで力を発揮してまいりますか。さあロープ越しのロープ、おそのまま覆いかぶさった、そのまま覆いかぶさった。209センチ、145キロ、カウント、あ惜しい、自分の体を十分に使いました。ジャイアント馬場であります。一瞬の隙をつきましたね、これですね。そうですね、完全な逆転技というか、はい、相手のね体重をうまく使ったですね、攻撃を、はい、相手はタフです。もうありとあらゆる技をしています。さあジャイアント馬場バックドロップ、岩石落としに行きました。バックドロップ、世界の馬場ここでそのまま覆いかぶさった。さあ三度王座復帰、あーっとカウント2、あー惜しいですね。何かこう勢いが感じられますね、今夜の馬場選手には。非常にね、一つ一つの技にリズムがありますね、はい、そうですね、非常に若々しい世界のジャイアント馬場であります。さあ今度は脳天不意打ちの体勢だが、これも切り返した、返し技が鮮やか。チャレンジャージャイアント馬場そのまま覆いかぶさった。もう一つ技を使わなくていいか、いいのかどうか。いや今ねエビに取りたかったですね、取りたかったですね、今片エビ固めに取ってたらあるいはというあのようなシーンですね、はい、しかし世界チャンピオンのこのハリーレースはギリギリのところで負けない試合をする、これがこのハリーレースの特徴です。ネックブリーカードロップ見事に当たっていますが、さあこの後ちょっと危険ですね。カバーの体勢ですがカウント2に行きました。まだまだ整えています。レースには力が残ってますからね、はい、本当に負けない試合をするこのハリーレース、まあ、世界チャンピオンのこれはまあ義務感と言ってしまえばそれまでなんですけれども、まあ短期間タイトルを失ったこともありますけれども、1977年の2月の6日、カナダトロントメープルリーフガーデンで、おっと今度は足殺しに行きました。そのまま覆いかぶさりますが、さあこれでカウント3が入れば三度王座復帰ですけれども、しかしもうすでにハリーレースは3年8ヶ月持ってるわけですからね。そうですね、短期間失ったことはありますけれども、本当に長い王座です、ハリーレース。さあジャイアント馬場が猛然と襲いかかります。そのまま今度脳天食い打ち、落差があります。これはいい技だ。さすがに世界チャンピオンもグロッギー気味、そのまま覆いかぶさりました。さあどうだ、ロープが近いですね。ロープが近い、今もねやられてからね、ほとんど無意識のような状態でありながら、はい、十二分に計算してロープギアが転がってますね。なるほどね、この辺がレースのね、ハリオローカイ、そうなんです。しかしこれまでに見せたハリーレースのいわゆるのらりくらりの戦法にこのジャイアント馬場選手は、入っていってはいないですね。そうですね、どうやら馬場選手の方がもう全く押してますからね、全体重を乗せました。今のところですね、馬場選手の攻撃がリズムに乗ってますね、はい、そうですね。この連綿と続きます NWA 世界ヘビー級の歴史、すでにまあ75年の歴史がありますけれども、 NWA 王座に2度返り咲いたのは馬場選手を含めまして11人しかおりません。そして現在世界チャンピオンのこのハリーレースはよたび王座に復帰しています。さあネックブリーカードロップ、第1試合の時には必ず見せますジャイアント馬場。さあそのまま覆いかぶさりました馬場、おっと、本当にスリリングな試合展開です。NWA 世界ヘビー級の選手権試合、60分の一本勝負です。反則勝ちでも取った方が勝ち、勝った方が世界チャンピオンになれるんですが、どうでしょう。あっといいですね、非常に粘りっこい攻撃を見せております。チャレンジャー馬場であります。これはね、いわゆる完全なフォールを狙っての行動ではなくて、はい、相手の心理を攪乱しようという馬場選手の狙いではないでしょうかね。あ、なるほど、そうですね。そして今度はハリーレースがジャイアント馬場の頭を股の間に突っ込みました。脳天食い打ち、ものすごい重量感があります。145キロ、ジャイアント馬場脳天食い打ち、大技を送ってしまいました。さあダイビングヘッドバットがあります。いった、うまい、いいタイミングで外した。ダイビングヘッドバットは外しました。期待を打ちます世界チャンピオンのハリーレース。まだペースとしては馬場ペースと見ていいですか。そうですね、完全馬場ペースですね、
三度返り咲き、非常に濃厚な試合展開であります。佐賀スポーツセンター、さあジャイアント馬場がチョップを打ちました。さあロープにぐっと押して、そのまま反対側のロープに何でいくか、32問、ロケット砲久々に出ました。32問人間ロケット砲、厚いムライタリー命中、そのままガーッと押し、惜しいですね。お客さんがこうザワーッとざわつきましたね。そうですね、押し気味に試合を進めております。チャレンジャーの馬場でありますが、今度はおっとランニングネックブリーカードロップ、ランニングネックブリーカードロップ、脳天を打ってるぞ、これは効いたぞ、目をつぶってる、世界チャンピオン目をつぶってる、そのまま抑え込んだ、カウント3、カウント3です、カウント3です、カウント3です、世界の馬場カウント3ですね。完全に入りましたね。完全に入りましたね、はい、3つ目のカウント3は非常にゆっくりとカウント3を制しました。上樋口レフリーです。さあ大変だ、三度王座復帰になりました。ジャイアント馬場、ここに大金字塔を打ち立てました。すごいですね、大変なもんですね。もうお客さんがドーッとリングサイドを取り囲みました。世界の馬場、三度王座復帰であります。やりましたね。いやしかしね、驚きましたね、はい、本当にやりましたね。まだハリーレースが伸びてますね。ハリーレースがなかなか立てません。それほど強烈なランニングネックブリーカードロップでした。いやいや、やりました、はい、ネックブリーカードロップを、ね、盛んに出してたんですがね、最後の決め手になったのは、はい、完全にあの交差するランニングネックブリーカードロップ、そうですね、やる馬場選手の一番得意な技ですよね、はい、堂々の勝利、 NWA 世界ヘビー級の王座三度復帰になりました。いや大変な男ですね、それにしてもね、山田さん、そうですね、何かこの3000試合を突破して何か吹っ切れたというような感じがありありと分かったんですけれども、はい、ここまでやると思いませんでしたね。それとね、今にして思えば、はい、今日のあの馬場選手の技の一つ一つ、実に力強かったですね。そうですね、はい、堂々と胴に巻かれます NWA 世界ヘビー級の黄金のチャンピオンベルト、ジャイアント馬場です。